草屋温泉実装されたんで、ちょっとやってみたいんですが、ちょっとカーボンローラーで結構楽しいから、ちょっとこのまま行っちゃっていいかな。あまりエリアでガンガンキル取れるようなタイプでもないと思うんだけど、自分が。いや、カーボン、いや、クイブあるだけで相当楽しくなるな。なんかこの針線みたいよね、これ。この軽さが、叩く感じが。昭和の漫才師みたい。針線っぽい。この軽さ。横からバーンって、この速さが、この素振りの速さが、針線くらい、ちょうど。草屋温泉来たか。やったるやないか。そもそもエリアどこだよ。エリアそこ。2個に分かれてるパターンじゃないね。中央だけか。狭いな。これ射程距離、うわあ、何？ボムかよ。射程距離ちょっとある武器だったらすぐカバーできるんじゃないの、これ。こっちから降りれるな。ああ、やれんかった。 みんなよう分かってないんだね、これね。から抜けて、多分今ので多分警戒されただろうな。やばい。こっちから行けることを多分あまりまだみんな知らんのよ、これ。ちょっと武器変えようかな。中央にたどり着けんね。じっとしてる余裕がまだあればワンチャンあるけど、ちょっと一回欲張るのやめようか。ステージと新武器どっちも欲張ると事故る説あるから。どっちか。欲張らない。カーボンローラーデコはまた練習しよう。ここ結構あれなんじゃないか。バレルとか射程距離ちょうど良さそうだけどな。まだわかんないけど、一回しかやってないから。どうかな。いや、試したいことが多すぎる。これも気になるしな。でもこれやっぱでもね、キルできんからね。まあ、一回やっぱバレルでいっとこう。ここは。OK。どうかな。新しい、ステージと使い慣れた武器。結構今やった感じ、横から 入れちゃうから。どうかな？ハイドラだと、今カーボンとかだったからやれんかったけど、もうちょい普通に射程距離あるのだったら、あれくらいだったらいけそうだったよね。あれ？ここは、あれか。びっくりした。アマビか。アマビですか。ここはまあ、ええんよ。おし。
やばい、やばい。ワイドローラー。ワイドローラーか。危な。危ないよ。その影におる。危ない危ない。そこおるんよ、手前。あー、ローラーおる。いや、きついって。死にまくっちゃいけんのよ。じっくりいかんと。タイミング。タイミングね。ガチエリアは。ホップソナー溜まるから、待ってくれれば。タイミング合わせてこう。そうか。ここのことも考えんといけんのよな。まあ言うと俺も全然キルできてない、ね、あーじゃあバリアブルとかの方がいいかな。前出れんのよね、なかなか出にくいんよね。もう一個の方のところ草屋を意識しすぎてるけど、バリアブルにしよう。バリアブルでこう。ワイドローラー使うかな。ただ縄張りの時は結構最初スプラ始めて間もない人はさ、間もなかったらさ、おって思うかもしんないね。もうその感覚はもう味わえんのよ。まだ縄張りとかしかあんまりやったことない時にさ、あ、そんな武器あるんだと思ったら、あ、なんか強そう、かっこ塗りがってなりそう。かわいい。で、ワクワクしながら、仕事行ったり、学校行って、あ、ワイドローラー早く買いたいなと思いながら、そんな日常があるんだろうな。かわいらしいよな。危ない。うわぁ、ちょっと。ペン持ってるやついるね。うわ、危ねえ。あれがあだになってる。あれが、エナジースタンドが、エナジースタンドのせいで場所バレちゃうから。ナイス。さてさて、うわー、トーピード、直撃したからかな。一発でやられた感じだったな今。
けた。オッケー。いや、縁よ。ここは縁よ。いや、ここがやりたいわけじゃないんよ。普通に。勝ったよかったじゃないんよ。ここは縁よ。勝っても負けても別に全力でやるけどもよ。ここはいいんですけれども、草屋の方をやらせてくれ。サイヤの方をやらせてくれ。この先の方でしっかり捉えれるようにしたいな。いや、こんな、ええんよ、マジ、ここは。いや、ここはいいんですよ。地面に投げつけようでやつおるけど。あぶんない。あぶねえ。バレとるー。だいぶちょっと慣れてきて当てれるようになってくるな。縦振りがようやく。危ない。やれんか。もう一歩向こうに。待て待て、死にまくんな。出れねえ。インクがないぞ。よし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 。あとは、ブレ炭酸ボム。言えない。炭酸ボム。待って。いや、待って、それ死のうで。危ないんよ。いや、激しいな。
あれが、ポイセンが、結構嫌だね。エリアの時にポイセン嫌だね。行き場がなく、ちょっとあれだな。朝ダメだな。いつもにも増して、喋れない。普通に喋れない。歳なのかな。いつにも増して喋れない。草屋温泉を出せ。チャーが仕事してねえぞ。草屋温泉を出せ。なんかノラでガチマやってるときは割とこの何がこう勝った勝因なのか、そして敗因なのかっていうのをさ、見るためにさ、スコア結構見るけどさ、プラベじゃないわ。マルチっていうけ。フレンドとやるときは、フレンドが沼ったけ負けたみたいなのは思わないかな。それはなんか思わない方だと思う。だけど、まあ、いつも言うのは一生懸命やってれば OK みたいな。まあ、だから参加型でやれてるっていうのはあると思うよ。てか、その前に俺が突っ込んでいって死ぬみたいなことの方が多分多いと思うから、だからそこはお互い様で行こうや、みたいな考え方よな。ちょっと怖いね。向こうチャージャーいるんだもんな。危な。ワンチャン狙ってきやがるな。危ない。よし、よし、オッケー。なんで出てきた。なんでお前出てきた今。なんで俺がいないことになってる。俺を無視すんな。ちょっと待ってよ。来る。バレルとチャーが来るから。やばい。いや、チャーが下で構えてるのと、バレルがそこにいるから、とりあえず今死ぬな。今死ぬんじゃない。
よし、撮ってる、撮ってるね、オッケー。飛びたいけど、飛びたいけど、よし、オッケー。あー、危ないっす。暴れる、危ない。くえ、やばいやばい、今、うわー、これは、いや、今俺死んじゃいけんとこで死んだな。粘れんか、絶対今死んじゃいけんとこだったんよ。右から来た、右から来た、うわー、直撃、直撃後、残りのおまけみたいな当たると死ぬっぽいな。ナイス、やれんかった今の、危ない、やべ、あ、やばい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 、やばいっす、危なかった今、ん、待て、いや死んだうるさいってないや死んだって言うどんだけ一生懸命やるようになってる。そんなに夢中になれることはあんまりないよね、この年になると。いや死んだ言うてあんまないよね、そんな心の声が響くことは。いや頑張ったんよ、頑張ったんよ、そんだけ頑張ってダメならもうしゃあないよな、ね、頑張ったんよ。チーム変えよう。いや、敵チーム全体的に、チャーが結構仕事するパターンやばいね。あと、モミジ、いい感じにいってたんか。なるほど。オッケー。草屋本線がやりたいだけなんだけどな。24分やって1回しかやれてないっていう。しかもその貴重な1回を、カーボンで適当にやっちゃったっていう。勝たせてくれ、草屋温泉で勝ちたい。ちょっと待って、X マッチもちょっとやりたいのにな。枠変えて、枠って言わんか、収録だからな、枠変えてやりたいのに。さあ来いよ。あ、来た来た来た反応遅いな、来たぞ。横から入っちゃいたいけど、チャー、あ、ペンか、あれ、うーん、まとまってんね。やばいっす。いやー、むずいな。ワイルドな人見知り。ワイルドな人見知りいいね。どうなってんだこれ。うわー、全然ダメだ。なんかこうちょうど距離が届かんな。なんだろう、慣れてないから。いや、終わる終わる終わる。
思いのほか射程距離必要なのか、なんだろうな、あっけなさすぎる。なんだろうな、5-2でいくか。ちょっと勝ちたいな。5-2でいくか。あの、ハイドラとか、相当手前から戦いまくったらいいような気はする。あの、想像では。わかんないけど。ちょっと5-2でいってみよう。え、参加180になったんだっけ？結構辛いね。今まで今のでプラスになってたのが、マイナスになってるってことだもんね。やば。ハイドラじゃないわ。何しようとしたんだっけ、俺。何にしようとしたんだ、俺は。あ、5-2だ。5-2。絶対勝つ。全然上がれんかったらどうしようか。今期。前回 S プラ22まで上がったんよね。今回この20の差で全然上がれんかったらどうしようかな。でも毎回だからさ、そう考えると結構でかいんかもね。もう無数にやるじゃん。無数にやって、その1セットずつ20マイナスでずっと来るって、行くっていうことだから、5回やっただけで単純に成績一緒だったら、今までと100ポイントもうすでに違うってことでしょ、5回、5セットで。やば。それがどんくらい響くんかっていうのがね、ちょっとやってみんとわからんけど。5-2×2、で、チャージャー。割と入っていきやすい武器かなとは思うから、チャージャーは、まあ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 くらい。待てよ。いやー、ちょっとこれだるいなチャージャーを無効化する。いや、ちょっとこっちチャージャーにかまけとる場合じゃないじゃん。ナイス。いや、チャージャーを無効化しに行きたいのに、11だからそんな迷惑かけてないはずなんよ。まあ状況によるか。うわ、中央で守った方がでもコスパはいいかなぁ。危ない今の。
あ、やれんかった。わ、今のは。今のはやらんと。取れてないんよね。わ、今のあんま良くない入りだったの俺。危な、やばい。くー心からのくーが出た。あー、どんだけコスパいい吸盤ボムなんだよ。やっぱチャを抑えんとね、暴れるんよ、やつは。あー、暴れるから、あいつを集中して、止めたいのに。まあでもそれはあなたの考えですよねって話よね。それはあなたの意見ですよね。あー、一人で制圧できるほどの力はないな。その可能性を秘めてる武器ではあるんだよな。スプラッシュシールドがあることによって、あー、成績もあんま良くないね。いや、草屋をこれで一回行きたい。あ、武器じゃないわ。チーム変えんと。チーム変えんと。お。あれ、これ落ちる？通信エラーになりそう。ちょうどよかった。来いよ。まあ、あんなにアマビばっかりやらんでいいんだから。来た。来たね。ロング。あ、やばいやばいやばい。何今の。ポップソナーともう一発なんか当たったよね。さあどうだ。あれかな、ロンブラかな。あ、やばい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 。長いな。長くない？長くないセンサー。やば、だー、欲張ったなぁ、今のは。ナイス玉を、連続でだ、いっぱい出そうとする。
危なっ危ない。あーやれんか。ロンブラー際どいな戦いが。でも5に今まで使った中、武器の中だったら一番使えるかもしれない。ナイス、お見事。で向こうから簡単に抜けられるからな。ロンブラいるから、ちょっと気をつけた方がいいんよな。危ない。あれ？敵がいない。敵がいないんだが。いけた。5人いいね。結果。まあ、仲間のおかげがでもでかいかな、今のは。奪い返してくれたりしとるから、あれがあるかないかでやっぱだいぶね違うからさ、ありがたかったな。5人はでも戦いやすかった。まあ成績は平凡かな。よくある感じかな。プラス3、よくある感じですね。敵はシャプマが、シャプマとカーボンローラデコかな。あ、違う、これ仲間だ。俺ら上だった。敵は、向こう、敵、あ、こっち普通のカーボンか。向こうカーボンローラデコが沼ってんね。あとは、まあ、プラマイゼロ1くらいか。なるほど。よし、じゃあ、終わりますね。チャンネル登録、高評価よろしく。ありがとう。